ダブリンのコロニー落としが成功したと見ると、ハマーンは空の制圧を急いだ。その情報付きです。ところが、君たちが地球でネオジオンと戦っている間に、こちらも組織を整備する時間ができた。もはや子供に頼る必要などない。これからは大人の問題だ。おい、めっちゃ地球連邦の偉いさんたちとちっとも変わらないじゃないか。軍の編成に子供が口を出すのか。俺たち実戦はきちんとこなしてきたんだぞ。アーガモの作戦がうまくいかなかったのは、エウーゴの参謀本部が本気でハマーンを叩く気がなかったからだ。エウーゴが本気でないだと？だからサイド3をハマーンにやっちまうんだろ。貴様ら。頭に来た俺たちはネイル・アーガマを乗っ取った。どうすんだよ、ブライト艦長は。しばらくラビアンローズで休暇を取る。お前たち、とりあえずそうだ、最終的にはサイド3に乗り込む。ハマーンと一騎打ちをするんだからな。行こうぜ艦長代理。よし、全員配置につけ。ネイル・アーガマ発進。一方、宇宙に上がったハマーンは、だけどハマーンにネオジオンは今、明日の栄光のために。なぜまだここにいるのか、マシュマ。ここを留守にしてはハマーン様をお守りできません。アーガマは自分からは出てこん。グレミーだよ、目の前の危険を排除するのがお前の役目だ。はい、ハマーン様。新しいバラだ。このバラをお前に与える。この花のために戦うのがお前の任務だな。はは、無論であります。よし、私の息の香り、私の肌の香りをこのバラに与えた。その私が言うのだ。行け。はもはや忍獣の時は去った。諸悪の根源はミネバ様をいただき、欺瞞あふれるジオンを受け継ごうとしたハマーン・カーンにある。真なるネオジオンをこの手に握るのは、ハマーンの首を我が面前に捧げる諸君らである。さすればこの宇宙圏の英雄として末代まで称えられよう。
この戦勝てるぞ。戻れるわ、お兄ちゃん。兵どもが調子に乗れ。消えろよ、あんた。小僧が。
憎しみは憎しみを呼ぶだけだって。わかれ、これは遊びじゃないんだ。徹底的にやるよ。戦いを楽しんでるやつなんかに負けるもんかよ。に乗るな。様の敵となる者は生かしてはか。こいつ
小賢しいと思う。目障りなやつめ。私は止められないよ。うかつに前に出るから逃がすものか。バカな。Thank you.
けじゃない。ジュドーといると気持ちがいいってことが。ネオジオンの兵士たちよ、我らはザビ家の正当なる後継者ミネバザビ様を擁するジオン公国の正規軍である。ザビ家に背く反乱軍を鎮圧し、地球圏にネオジオンの旗を掲げるのだ。ネオジオンのために、ネオジオンの栄光のために。久しぶりにゾクゾクする。行くよ、ニーランス。はっ。
私に逆らったの。We'll be right back.
私は何の迷いもない。私はジュド、プルズーを助けて。プルズーは私たちのところへ来たがってる。分かっている、プル。ダブルゼータめ、ジュド、連れてって。フレミ、プルツーは返してもらう。戻れ、プルツー。ジュドーは明日決着をつけよう。私に歯向かってきてさ、なん？We'll be right back.
するな。状況を考えろ。柔道か。久しぶりだよ柔道アーシュタ。私を誰だと思っているんだ。私はキャラツーンだぞ。Thank you.
あなたには見えているはずだ。戦いで無駄死にをした人の意志が、人の思いが、人の意志が力となっていくのか。これが、しかし人は生きる限り一人だよ、人類そのもの。君は憎しみを呼ぶだけだって分かれ。人の悲しみを分からないなら、あんたは危険なんだ。悪いけどとどめを刺す。仕掛けるよ。本命行くぞ。確保座一斉射撃、攻撃開始だ。前が見せてくれたように人類全てがニュータイプになれるものか。その前に人類は地球を食い尽くすよ。そんなに人を信じられないのか。憎しみは憎しみを呼ぶだけだって分かれ。憎しみを生むもの、憎しみを育てる血を吐き出せ。吐き出すものだとない。憎しみは憎しみを呼ぶだけだって分かれ。やられっぱなしでいられるか。こんなところでやられてなんかいられないんだよ。許すわけにはいかない。私の負けだな。まあ、その潔さをなんでもっと上手に使えなかったんだ。持てる能力を調和と協調に使えば地球だって救えたのに。アステロイドベルトまで行った人間が戻ってくるっていうのはな、人間がまだ地球の重力に縛られて飛べないって証拠だろ。だからってこんなところで戦ったって何にも。そうさ、さかしいお前らのおかげで地球にしがみつくバカどもを抹殺できなかったよ。すべてお前たち子供が帰ってきてよかった。強い子に会えて。
お前さん、思想が出てるぜ。こっちにも引けない理由があるんだよね。ハマーン・カーンとグレミー・トト、この二人の死によってネオジオン構想と呼ばれる戦いは、ザビ家の血を利用し、そして受動アーシサイドワンに待機していた。で、今頃来るなんて、今頃大人たちは、あんたたち何にもしないで地球に住めると思ってんの？やめなさい、受動。何を言ってもわからない人にはわからないわ。それじゃあ死んでいった連中たちはどうなる？いっぱい死んだんだよ、いっぱい。わかっている。気に入らないなら俺を殴って気を済ませろ。そんな、うわきニュータイプたちが導き戦いの新たな時、そしてそのリーナ、リーナなのか、やっぱりリーナなんだな。お兄ちゃん、月の地平線から地球が姿を現す。
その水の惑星をジュドーは見つめてつぶやいた。人は一つにつながることができるって誰かが言ってたけど、俺は信じる。そうだろ、神湯。